はい、皆さんこんにちは、エル先生です。今日はですね、バックルームに入りたいと思います。世界中でね、話題になっているバックルームというね、謎の空間、どういうゲームかやっていきたいと思います。まあ仕事をしてますね。なかなか古いパソコンで、そうするとどうなるんだ。もう寝てしまったね。すごいいびきだね。疲れてますね。そして目覚めたら、そこはバックルーム。まあね、バックルームってはね、まあ異次元みたいな世界らしいからね。あ、結構走れるね。あんま暗くないね。あ、スタミナあるんだ。これはまずいな。これの出口、電気音しかしないっていう不気味さね。おお、矢印がある。間に合ってる。スタミナ少な。いきゃら。影ですでにビビってしまった。あ、なんだこれ。あ、登れる。え、登れるんだ。どこ行くんだろうこれ。謎の空間。あ、炭素がある。なんだこれ。おお、薬だ薬だ。ナイス。These pills are used to calm you down. They will reduce your anxiety. ああ、そういうことね。この薬が、anxiety ってなんだっけな。Entity Tree。名前はなんだこれ。暗闇の中で壁の隅っこにいる。笑っているあいつだ。名前は、ないな。まあ、笑うやつとしか書いてなかったな。中は空っぽ。下は、じゃあもう空っぽ。こっちなんもないかな。おー、こっちもなかった。アーモンドウォーター。アーモンドミルクじゃなくてアーモンドウォーター。ラジオでどうするの？一人なのに。アーモンドウォーター。Are you wounded? Cure yourself by drinking almond water. あ、怪我したら、アーモンド水飲んでねって。It is a humanoid that seems to be made of cable. あー、人間型の怪物でケーブルで作られている。おそらく、このケーブルの怪獣がこの施設を管理している。やばそう。非常にやばそう。このラジオどうやって使うの？使えないでしょ。使えないだろ。いやー、出てみるか。おお、普通に。あったのかな、さっきの道で。あ、なんだ？ハッシュ、ハッシュ。ハッシュ、ハッシュ、ハッシュ。シャープか。シャープ。数字もあるね。1、1、5、8、3、2、1、7、4。まあ、左と右で分かれてるから、あれだね。左、ああ、なんかある、なんかある、なんかある、なんだこれ。あ、エレベーターコード。ああ、1、2、3。この数字を打つと、エレベーター動くってことか。しかしね、その順番で打つ。あ、書いてあるか。書いてあるね。順番は、
あっちから1、2、3、4って書いてあるから、まず1番は5。5で、5、1、5、1、8、7。よし、いきます。どうやってやるんだ、これ。どうやってやるんだ。あ、オッケー。あ、違って。もう、それじゃないって。あーもう、やってくれたな。5、1、8、7。ナイス、天才、素晴らしい。よし、うおー、なんか不穏な音が一気に暗くなったね。いやー不気味だ、不気味すぎる。ここは慎重に行かないとな。うわー怖いぞこれ、音やば。何を見る？これ空間の音いいっすね。わ、あれ？あ、回っちゃった。あ、これ近づくと明るくなるのもね、なかなかだね。寒気がしますね。お、アーモンドウォーター。はい、何？Watch your stamina. It can save you from dying, so make sure you manage it correctly. スタミナに気をつけろよと。なんだこの人面犬みたいなやつ。A very strange creature has been spotted coming out from duets in the back room. Ducts in the back room. Its psychology resembles a dog with a human traits. すごく奇妙な。いる。いるもしかして。いるよね。何、めっちゃ怖いんだけど。後ろ見たらいる？あ、でもいるなら捕まってるよね、きっと。何なの今の。マジで何なんすか今の。めっちゃ煙が。とりあえずダクトから出てくるらしいね。ダクトから人面犬が出るらしいですよ。うわー、果たして、ああ、大丈夫。これね、走らん方がいいね、絶対走らん方がいいね、絶対。来たら早急に逃げれるようにね、スタミナ温存しといた方がいい。大丈夫か。痛い。ロッカーがある、ロッカーでも隠れるだよね。うわあ、何、今どこかの電気が壊れたよね。大丈夫か、とりあえず。何、ビビビビ、ちょっと行ってみるか。いなくなっていますね、あの笑うやつは。いやー怖いぞこれ。やっぱりね、いつも出くわすよりかたまに出てくるのが怖いんですよ、こういうのってのは。ホラーゲームってのはよ。いやー広いなー、ここ。何バグってるぞ。何この音。これ犬の声じゃない、人面犬の音だぜ絶対これ。でかだし、赤い。来る？来てる？なんでこんな音出すんだよ。やめとけ、そんな音出す。さあ、こっちは何もない。右はどうだ？なんでバグるの？やめてもらって。Oh my gosh！ 死体があった。大丈夫、この人。Radiation Room。ここ入れないんじゃない？もしかして。ラディエーションって書いてあるから。ここは、あれだ。ラディエーションっていうのはね、核の、あれだよ、核の。汚染されているってことだ。あんまりここにいると、倒れると思う。ここから出た方がいいと思う。今なんかいた？うわ
でもさ、ここマスクないとダメじゃない、やっぱり。え、やられた、いつの間にやられた俺。どうやって、誰にやられた。うわー、光るドアに行ってください。 Find the luminous doors and revive。 これか。あ、ここに入ったからか。もうそうだよね、時間があるもんな。やばい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 。どうやって、どうやって、やばいやばい、迷路すぎる迷路すぎる。あ、ハートビート、この心臓音に。あ、これだ、おっしゃー。あー、心臓音を追いかければなんとか生き返れるんだ。でもとりあえずここはもうダメだから出よう。さっきドア見た気がする。あ、ここだここだ。とりあえずここから出よう。汚染されてしまうから。だからそこに行くのにはまずマスクか何か、そういうね、汚染されないように。うわー、いやー、びっくりした。もう何もいないのにやられたかった。ちゃんと汚染されたからだった。ロッカーしかないや、逃げ場か。全然出くわさないんだけど、それも怖いんだけど。出くわしたらやばそうだけど、特に人面犬はやばいぞ。さっきあの笑いやつは見たからね。うわ、ダークファイトおるし、あそこワンちゃんおるだろ絶対。ワンちゃんってか、もう人面犬というか。うわ、これは静かに動いた方がいいぞ。うわー、なんかあるぜ。あ、手袋、手袋じゃないわ、手だ、誰かの手。インベントリー、あー、つか、うわ、そうか、さっき倒れたからか。マジか、やっちゃったな。つか、使おうと思っても必要ないから使えれない。他に書いてあるんだろうな、この数字。あ、やばいやばい、どうなったら。まあ、ベースかね。やばいっすね。あー、やばい、悪いやつ、悪いやつ、悪いやつがいた。あれ、なんだろう、直視するとやられるのかな。なんだよ、この煙。もういないよな。まあ、いるじゃん、まだ、もう。あっち行けないじゃん、これじゃ。消えてくれないですか。あ、消えた、消えた。おそらくランダムなところにどんどん出てくるんだろうね。あ、なんか落ちてる。赤瓶がある。何、maybe this can be broken with something。 何かでぶち壊せって。うん、声がした、してないか、気のせいか、気のせいなはずが、そんなはずが。よしよしよし。あ、また壺だ。なんだこれ。 The vases. One of the vases in this room contains something. このつ、壺、壺っていうのか、どれかの中に何かが大事なものが入っているらしい。だから全部ぶち壊し、それを見つけろという手紙みたいなものでした。うぅ、いい。誰かの歯、大量にありましたよ。ね、開けてる時に後ろから来られたらもうありなんすけどね。さすがにね、あの笑うやつは何回も出てるからね、そろそろ彼らも出てくるんじゃないのか。さすがにね。どうでしょう、 BGM ないと怖いね、意外に。不気味な BGM よりも不気味な不穏の方が、不気味な静けさが。何回も持ってるって、これはいいだろう。アーモンドウォーター、アーモンドウォーター、やばいです。
何で壊すんだろうね、これ。それをまず見つけに行かないとね。あ、あ、やばい。ダクト、出たぞ。しかし、ここであんな。あ、あ、やっちゃうわ。こんな走ってるとね、急に出くわしたらやばいことになる。で、もう一回こっち行くしかないね。あれ、こっち来たっけ来てないか。そうだな、こっちじゃないよな。うわ、暗い。非常に暗い。地図がないから、あー、来たじゃん、ここやばいな、地図ないからもう迷路だ。やばい迷路だ、これ。ってことは、ここのどこかでハンマーを取らないといけないのか。なんだよ、さっきからその音を出しちゃってさ。もう行き場ないぜ、ここ。だってこっち全部見たね。え、ぶち壊せるやつどこにあるんだろう。疲れすぎだってなんで。なんか飲もうぜ。これか？ダメ？息荒すぎだって。まあ、こんなところいたらそうなるけど。どこでしょうね。いちいちね、音吹っ切り。ねっ、Oh my gosh！ 出た、ワンちゃん、ジメケ出た。やばい、ダッシュできない。早く、ロッカ、痛い。やばいって。やられてしまった。ダブルで。